伊藤大輔は東京都北区出身のレーシングドライバー。1995年に鈴鹿サーキットレーシングスクールフォーミュラクラスに第一期生として入校。1996年スキルスピードよりフォーミュラトヨタにデビューする。1997年より全日本 F3 選手権にステップアップし1998年および1999年には マカオグランプリにも参戦。1999年には日本人ドライバーとして初めて3位表彰台に上った。これらの実績が変われ、2002年には全日本選手権、フォーミューラ日本にステップアップした。当時メジャーリーガーだった佐々木和弘がオーナーのチーム22から参戦して話題になったが、全戦完走を果たすもノーポイントに終わり、1年でシートを失うこととなった。 1999年から全日本 GT 選手権に参戦。2000年には GT500 クラスにステップアップし、いきなり2勝を記録。2002年は無限に移籍したが、チームメイトの道上龍が怪我のため数戦を欠場したことにより、その代役としてファーストドライバーを務めた。2003年は道上龍の移籍により無限のファーストドライバーに昇格。 不審が続いた NSX 勢ではあったが、第6戦もテギラウンドで優勝式を履いた。2004年はオートバックスレーシングチームアグリに移籍するも、極度の不審に陥り、シリーズ再開に低迷する。2005年は、ホンダ陣営のエースドライバーの一人として、チーム、ホンダレーシングからあるた NSX で、スーパー GT に参戦。第3戦マレーシアラウンドで2位、第8戦。 オートポリスラウンドで優勝し、悲願のシリーズタイトル獲得を期待されたが、最終戦は12位に終わり、総合成績は僅差で及ばなかった。2006年は松田次夫が日産陣営へ移籍したこともあって、伊藤日一の期待が集まっていた。ホンダ陣営における日本人エースドライバーの一人として、 シリーズタイトル獲得を目指して前年同様の体制で参戦するが予想外のアクシデントやトラブルに見舞われ悲願達成には至らなかった。2007年はチームホンダレーシングの解散に伴い再びアルタから参戦している。そして第2戦岡山国際ラウンド、第5戦菅生ラウンド、第8戦オートポリスラウンドと参照を挙げ最終戦富士ラウンドを待たずに 自震初そして、ホンダにとって、JGTC 時代以来となるシリーズチャンピオンのタイトルを獲得した。なお、第一戦鈴鹿ラウンドの予選で、GT500 クラスのコースレコードタイム1分49秒842を記録している。2008年は、スーパー GT において、長年在籍したホンダを離れ、トヨタ陣営であるチームルマンへ移籍し新たなスタートを切ることになった。 なお、その他のレースでは、ポッカ鈴鹿 1000km 耐久レースでは、上位入賞の常連であり、2004年には、スーパー耐久シリーズのクラス4で、シリーズチャンピオンに輝いている。ホンダ在籍時は、自らが卒業した鈴鹿サーキットレーシングスクールで講師を務め後輩の、育成や指導にも力を注いだ。2008年7月11日、ホットバージョンの DVD 撮影のため群馬、 サイクルスポーツセンターでコースを走行中、コントロール不能に陥って立ち木に激突。セッティング作業中で作業を効率的に進めるために、ヘルメットを装着しておらず、右頭部頭蓋骨を骨折、右頭部裂傷、左頭部脳座傷の重傷を負い、一時は意識不明の重体となった。奇跡的に一命は取り留めて解放に向い、スーパー GT 最終戦で復帰を果たした。 新規定に合致したマシンが全チームに投入され、復活を期した2009年だったが、9戦中7戦で入賞を果たすものの、タイトル戦線を脅かすには至らず、シリーズ12位に終わった。2010年は一転して、チーム、ドライバーともに好調で、勝利こそないものの前半戦で3度の表彰台を獲得し、ランキングトップを走っていた。しかし、最終戦で、 チームメイトのビヨン・ビルドハイムが予選アタック時にピットシグナルを無視したために決勝レース時での20秒のピットストップペナルティを受けたためノーポイントに終わりチャンピオンも逃した。ルマン在籍4年目となった2011年はチームメイトがビルドハイムから大島和也に交代。東日本大震災の影響でスケジュール変更がされた開幕戦の富士で任意表彰台を痛めたものの その後の戦績は安定せず、終盤2戦では連続ノーポイントも喫し、ランキング11位に終わっている。2012年も大島とのタッグで継続参戦となった。第3戦のセパンで3位表彰台を獲得すると、続く第4戦、スゴラウンドでトヨタレクサ水石後発となる勝利を挙げた。しかし、 その後のポイントの積み増しわずか1ポイントに止まり、最終成績はランキング10位に終わった。また、この年の最終戦、モテギにおいて、JGTC 時代からの GT、通算出走回数が100戦を迎えた。2013年、トムスの二大体制化、およびそれに伴うレクサス陣営のドライバー配置転換が行われ、伊藤はトムスのセカンドカーである37号車、 キーパートム SSC430 チームへと移籍、GT500 は2年目となる、アンドレア、カルダレッリとのコンビで戦うこととなった。開幕戦以外の7戦で入場を果たし、第4戦スゴと第6戦富士では、それぞれ3位、2位と表彰台にも上ったものの、ランキングは8位と、のきなみ上位を独占した、レクサス勢では6代中5位という結果に終わっている。二千十四年は、 キーパートム、S チームからカルダレリと継続参戦となったが、マシンは DTM との統一規定化に伴って、レクサス SC430 から RCF へと変更された。シーズン当初から好調を維持し、開幕戦で2年ぶりの勝利を飾ると、その後も GT 特有のウェイトハンデに悩まされながらも、着実にポイントを積み重ね、前線で入賞を果たす。 安定感で第7戦終了時点で、レクサストムスのもう1台である、ペトロナストムスのジェームス・ロシターを3ポイント差で追いかけるランキング2位に立っていた。最終戦のモテギで、ペトロナストムスが接触で大きく後退。これにより2007年以来7年ぶりのチャンピオン獲得に大きなチャンスを得たが、最終的にニスモの松田継を、ロニー・クインターレッリー組が優勝し、伊藤。 カルダレ、リグミも2位に入ったが、わずか2ポイントの差で逆転を許し、体感はならなかった。2015年、中島和隆が WEC に専念するため、スーパー GT を離脱。これによりレクサスのドライバー再編がなされ、伊藤はトムスの S カーであるゼッケン36号車のペトロナストムエスへの移籍を果たした。2017年、 中島和隆のスーパー GT 復帰に伴うドライバー再編によってシートを失うことが決まる。同時に英雄とムエスの監督に就任することが決定。これをもってスーパー GT 引退となるかについては2月3日発売のオートスポーツの1449にてシーズン後に判断をするとしている。なお中島和隆は第2戦の富士にて WEC に参戦することから、同レースについては伊藤がドライブする予定。ABCD 公式サイトプロフィール2005年までは、基本的に単独イベントとして開催されていたが、2006年より、スーパー GT の選手権の一戦として組み込まれた。オートスポーツ本誌。僕が自分自身の身体について、結論を出すのは今シーズンの終わり頃だと思うと、 ドライバーとしての身体について語った伊藤、ありがとうございます。